派手にやってるな。今までのブーマとは違うタイプですね。何を企んでるの？C 系列のブーマよ。ニュータイプ？そうみたいだな。引き上げましょう。あれが噂のナイトセイバーズ？ああ、払えた。さあ、食う。お？あ、あれ？プリスさん？プリスさんだろ。こんなとこで会えるなんて感激だな。俺あんたのファンなんだ。ありがとう。今日もライブ見に行ったんだぜ。すごく良かったよ。どう、一緒にハンバーガーでも。もう食ってるよ。あ、そうみたいね。しかし今夜は最高だな。プリスさんと友達になれるなんてさ。あ、まだ自己紹介してなかったんだ。俺レオン、ブーマから市民を守る AD ポリスさ。胸のバッチ見りゃわかるよ。私ポリス嫌いなのよね。特に AD ポリスはね。うん、そりゃあまりポリスが大好きって人は少ないけどね。少しは市民のために役立つことすれば好かれるかもね。これ捨てといて。え、これ捨てたら今度食事付き合ってくれるの？女の子の尻を追っかけてないで、少しはブーマの尻でも追っかけなよ。
これがそのナイトセーバーズであります。これが商売道具なのか。はあ、真意は不明ですが、報酬を金で受け取る、つまり金で動くのは事実のようであります。これだけの代物が存在しているとは、ぜひ入手して分析してみたいものだ。いかがなものでしょう、依頼してみては。今回の失態、USSD の軍事機密として決して公にするわけにはいかん。よし、依頼してみたまえ。は。貿易摩擦と申しましても、世界中の国が我がゲノム企業の製品を奪い合うように欲しがっておるのが現状ですぞ。ええ、そうですとも。車一つ取ってもゲノム社は世界の 68% を占めてましてな。心配なく。軍事用戦闘ブーム？またその話ですか。極地戦の行われている国々相手には重要な輸出産業ですぞ。今日の我が国の繁栄に十分なる貢献をしていると自負してます。ええ、私への協力姿勢さえ示してもらえれば、総理の地位は約束しましょう。ええ、必ずご安心を。お望みでしたコレクションのことですが、使いの者たちに USSD より運び出させました。ゲノム企業体がより発展するにあたり、何としても欲しかったものだ。大事なコレクションだ、大切に扱え。24時間後には会長のお手元にお届けできるかと。メイスン、全てお前に任せるが、我がゲノムは健全なる企業体であることを忘れるな。ゲノムの名が少しでも表面化するのは好ましくない。はい、承知しております。